タリア半島長靴の東側にあるアドリア海ミラノマリッティマの町のデラックスホテルレパルメのプライベートビーチです。ここではビーチ施設は9月末までオープンしています。秋冬はテニスやゴルフが盛んになります。今日はちょっと波がありますが、晴天が復活して気温は25度前後で、日光浴にはちょうど良い気候となりました。